国庁よく、高庁用、1923年、大正12年2月7日から2010年10月9日は、朝鮮民主主義人民共和国の思想家で、主体思想の理論家、政治家、元朝鮮労働党国際担当初期、1997年に、韓国に亡命し、死去するまで韓国に在住していた、韓出身ともの高軍出身とも、 言われる。地主の家庭に生まれ、ピョンヤンと東京の中央大学法学部で学んだ。そのため教養のある日本語を話すことができ、北朝鮮在住時からたびたび日本のメディアのインタビューに日本語で応じていた。大学は2年次で中退し、ピョンヤンに帰ってからは母校である、ピョンヤン商業学校の数学と取材の教師をしていた。1949年。 ソ連のモスクワ大学へ留学し、哲学博士号を取得する。帰国後は、近日清総合大学で教鞭を取り、1965年同大学総長に就任。1970年には、朝鮮労働党中央委員会委員に就任し、その後は、党の国際担当書記や最高人民会議、外交委員会委員長などの要職を歴任する。この時期には、 金日成の側近であり、その後ーストライターとも言われた。学者としても活発に活動し、諸外国に研究サークルを設立して、主治思想の普及に努めた。封建主義から共産主義に至る北朝鮮の発展段階で、孔朝陽の考えは、金日成と違っていた。孔朝陽は、マルクスレーニー主義の社会発展論から、資本。 社会量主義の過渡期を経過する必要があるとバリしたが、その過渡期を不要とする、金日成から、資本、日和未良主義者とにらまれた。これに対し、金正日は、高聴洋は、主体思想の体系化に必要な人材と父に、取り出してことなきを得た。しかし、後に、高聴洋は、様々なインタビューで、金正日より、金日成を評価しており、金日成は、 中国式の改革開放に肯定的だったとし、東商平と確執を起こして、中国に批判的だった金正日は、自己保身を先して、経済を低迷させたと証言しており、これは他の記録資料でも裏付けられている。1997年、主旗思想に関する講演のため訪日した直後、キロの北京で秘書の朝鮮労働党中央委員会資料、 研究室副室長と共に、韓国大使館に赴き亡命を申請する。亡命理由について、高長陽は手記で祖国の体制に疑憤を覚え、その変革を図るためと述べている。ただし、高長陽は共産党体制よりも一歩進めた、独裁化のためのイデオロギー的な整備を行った当事者もある。このことから国内での権力闘争に敗れたため、 保身を図って亡命したのだとも言われている。また、在中国朝鮮人の女性との不倫関係により、立場が悪化したためとも言われる。いずれにしても、亡命の動機の真偽は定かではない。高向徴用の亡命の前後には、北朝鮮当局が公式プロパガンダにおいて、主治思想の語を出す頻度を減らし、赤旗思想の語を登場させたことが観察されている。このことから、 北朝鮮当局が、チチェ思想、自主自立路線を撤回する必要に迫られていることが疑われた。しかし、赤旗思想の子はほどなくして消えた。高庁用ほどの高官が亡命するということは、近正日体制が極めて不安定であるとの印象を海外の観察者に与えた。日本では現代コリア研究所の関係者を中心に一部では政権崩壊寸前との憶測を飛ばのがいた。 なお、この亡命を受けて、金正日は、高徴用の親族3000人を一斉検挙し、強制収容所に収監した。亡命後の高徴用は、ソウルを拠点に、文筆業、評論家業を営みつつ、アメリカ合衆国を中心に、金正日政権打倒を掲げて活動した。2004年2月には、ソウルにある支援者の事務所に、赤ペンキで汚された、高の写真が、 脅迫文と一緒に置かれるという事件があった。亡命から死去までの間ずっと、高長陽はソウル市内にある自宅の住所を徹底的に取得していた上、常に国家情報院の職員と警察官による身辺警護を受けながら活動しており、襲撃は事実上不可能だった。その代わりに、こうして支援者が攻撃の対象とされたのである。2006年12月21日には、 校長用が会長を務める自由北韓放送の事務所に残されたのは死だけだという内容の脅迫文と赤い絵の具が塗られた校長用の写真、斧などが入った小包みが送り付けられる事件が起きた。2008年9月27日には左翼系学生団体である韓国大学総学生会連合出身の運動家がこの事件の犯人として警察に検挙されており、 また南北共同宣言実践連帯の事務室に対する家宅捜索でも脅迫と関連した文書が発見されている。2007年4月には警察の南北共同宣言実践連帯に対する家宅捜索では公聴用に対する北朝鮮とは関連がないように初段と要聴などと記載された脅迫メモが発見された。公聴用は 現在の北朝鮮と中世思想の関係について、本来の中世思想は、マルクス・レーニン主義を北朝鮮の実情に合わせて、朝鮮民族が主体的に革命運動を担うためのもの。近日生らの個人崇拝などは全く含んでおらず、完全に歪められていると日本のニュース番組のインタビューで語っている。2009年、脱北支援の活動をしていたとソウルで面会し、 その場で、金正日政権に代わる北朝鮮亡命政府の樹立への協力を要請されたが、朝鮮半島における正当な政府は大韓民国政府だけであるとし断った。2009年6月23日には、CBS のオーカットニュースにて、高朝陽の家族3人が北朝鮮を脱出して、第三国に滞留していると報じられた。 2010年4月4日から8日にかけてに日本を訪問。亡命直前の1997年以来13年ぶりとなった。同年4月20日、韓国の警察当局は潜入していた北朝鮮の朝鮮人民軍偵察総局のスパイ2名の逮捕を発表した。供述によれば、高長用の暗殺が目的であったという。同年10月10日、 ソウル港南クロン道72の0の自宅の浴室で死亡した状態で発見された。遺体の第一発見者はボディガードとして、校長用の自宅を警備中の警察官であった。毎朝5時から7時の間に半身浴をするのが日課だったという。同年10月19日、ソウル地方警察庁は校長用が10月9日午後に半身浴をしている最中に、 心臓疾患で死亡したとみられると発表した。10月12日には、韓国政府により、無休下場、国民勲章1等級が贈られ、同14日、大田国立秋田大院に埋葬された。2015年5月17日、韓国検察は、2009年から2010年にかけて、北朝鮮による、公庁用の暗殺計画があったと発表した。工作員を通じて、 覚醒剤の取引をしていた韓国人男性を使って暗殺する計画だったが、実行する前に、高潮用が休止したため、暗殺計画はなくなった。事実上の遺書として、国別式で高潮用の遺作詞が公開された。以下はこれを日本語訳したものである。和田春樹が、思想、岩波書店、1990年9月号に、 朝鮮戦争に関する論文を発表後の1991年1月に和田を平壌に招待しており、和田は著書、近日政と満州抗日戦争、平凡者、1992年の前書きに、私の論文を読んで、平壌に招いてくださった、校長陽先生と討論してくださったヒョンドヒョク、チェジンヒョク先生たちに深く感謝したいと記している。萩原良は、 公長洋らはこれ、思想掲載論文にも当然目を通している。その上で、乏しい外科事情の中から、私を平壌に招き、ご馳走し、歓待した。その意図は明白である。私に何かを期待しているのである。彼らがただ飯を食わせることは、決してない。私の一連の著作が、平壌政権にとって好ましいからである。朝鮮戦争についての私の、 研究なるものが、他愛もないもので、北朝鮮にとって痛くも痒ゆくもないどころかむしろ、彼らにとって好ましいものであることはすでに述べた。この線で大いにやってほしいということであろうと、推測、木が和田を平壌に招待した1991年1月は、ベルリンの壁の崩壊とチャウシェスク処刑1年後の、北の最大の後ろ盾ソ連の崩壊の始まりと北朝鮮にとって、 存亡の危機の時期であり、その時期に乏しい外貨を割いて、北朝鮮が私を招いたのは彼らの生き残りをかけた必死の工作の一環。その国の最高指導者の一人と親しく死を食うなどは論外と批判している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。